まもなく残りが2周、4番の菊池がじわりと前に上がります。2番の樋口がその様子をちらっと見ましたが、ここは4番の菊池がその樋口を抑え込んでいきます。2番の樋口はどうするか、さらに前に踏んでいくか、バックストレッチ。2番の樋口、4番の菊池並んでいますが、ここは4番の菊池が前に出た。2番の樋口は2番手の位置を狙っていくか。さあ残り600の鐘が鳴っています。4番の菊池の先行、2番手2番の樋口と3番の内田で並走になっている。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。4番の菊池が自分のペースに持ち込んだか。2番手の並走まだ続いています。2番の樋口、そして3番の内田、その後ろも7番6番と並走になってバックストレッチ。4番の菊池がペースを上げる。2番手は3番の内田がしっかりと守りきった。3番手下がったのは2番の樋口、その後ろ7番の馬場が続いています。4コーナーから直線、4番の菊池が先頭、2番手から懸命に合う3番の内田、差が詰まりません。4番の菊池ゴールイン。2着3番内田、3着2番の樋口です。